どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見つともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは平林初之助作「誰が何上彼を殺したか」です えー、平林初之助はですね1892年生まれ1931年没の日本の小説家です、えー、昔の小説家はですね大きく2つに分けられておりまして、えー、本格派、えー、論理などを大事にする本格派ですねそして変革派、まあ、論理もまあちゃんとしてるんですけれどもそれよりもこう犯罪を犯す時の真理ですとか、えー、そういうところに重きを置いた作家を変革派と呼んでいました、えー、そしてですね この呼び方実はこう本格派変革派と呼ばれる前に別の呼び方をされてたんですねそれは本格派が健全派変革派は不健全派と呼ばれていたんですねただこう健全不健全って呼ぶのがあまり本当でないということで、えー、本格派、えー、変革派と呼ばれていくようになったわけなんですが実は最初に 健全派不健全派と呼んだのがこの平林初之助だったようですねそしてこの「誰が何故彼を殺したか」はその本格派の平林初之助作品の中ではかなり変わった作品になっていると思います、えー、そちらもお楽しみいただければと思いますそれでは本日朗読していきますのは平林初之助作誰が何上彼を殺したかですそれでは本編をどうぞ 平林初之助誰が何故彼を殺したか1下田の崔君が台所の戸を開けた時はまだ夜が明けて間もない時刻だったその朝は東京に気象台始まって以来の寒さだったことがその日の夕刊で藤原博士の段として報じられたことで まるで雪のような広い霜だった地べたはガラスを張り詰めたように凍てついていた彼女は左手にバケツを下げ右手に湯気のモヤモヤ立ち上る夜間を下げて井戸端へ行った井戸というのは下田のうちと林のうちと柴田のうちと三軒で囲まれた 坪ばかりの空き地の空地隅にあってこの3軒の者のが共同に使用している水揚げポンプの装置をした井戸であった彼女は夜間の口からポンプの合戦のところへ熱湯を注ぎ込んでポンプのてこを押し始めたこの数日来そうしないと合戦がすっかり円筒の中で凍りついていてびくとも動かぬのだった 薄く水蒸気の立ち上る水を入れたバケツを下げて台所口へ帰ろうとした彼女はふと柴田の家の門の前に黒いものがうずたかく固まって凍りついているのを発見した一瞬間彼女はその異様な物体を不思議そうに凝視していたがやがてバタリとバケツを手から落とすと同時になんとも名状しがたい 一種の鳥の鳴き声のような叫び声を出してその場に尻餅をついて倒れてしまった「どうしたんだ?」と言いながら真っ先に寝巻きの上へ土手らを着込んで台所口から飛び出してきたのは主人の下田だったそれとほとんど同時くらいに2階に曲がりをしている方角師の安田という男も2階の雨戸を開けて下の様子を見て「どうしたんです?」 震え声で叫びながら慌てて飛び降りてきただが下田のサイはひどくびっくりして20秒間ほど口がきけなかっただけのことで別に気を失っているのでも腰を抜かしているのでもなかったし柴田さんが立ち上がりながら彼女は柴田のうちの門前にへたばっている黒い物体を指さしていった下田は指さされた方を見ながら 思わず二三歩前へ進んでいったちょうどその時に安田も降りてきて慌ただしくそちらへ進んでいったのだったそれは凍りついた人間の死体であった口から垂れている水液はそのまま凍ってつららになって地べたにつながっていた街灯の袖や裾はもとより頭髪も地べたに接している部分は固く凍りついていた 帽子は一軒ばかり離れたところに踏みにじられたままやはり地べたに凍りついており帽子の上にも街灯の上にも一面に霜が降りていたあなたはすぐ警官を呼んできてください安田はガタガタ震えながら黙って駆け出した「お前は林さんを起こしておいで」と崔君に命令しておいて下田は上を向いて。 柴田さーんと大声で叫んだ柴田のうちの中からは返事がなかった彼は門の戸を開けようとしたが内側から用心棒がしてあると見えてどうしても開かぬのでどんどん戸をたたきながら「柴田さん大変です!」と叫び続けた1分もたってからやっと どなたですという女の声が2階から聞こえた「大変ですよご主人が!」と彼はほとんど腹立たしそうに叫んだやっとのことでバタンバタンとはしご段を降りる足音が聞こえ玄関のかき金を外す音が聞こえてやがて門の戸の用心棒を外して柴田の細君が出てきた。 彼女は夫の死体を見るとさすがに感動したものと見えて「まあ,あ」と一言言ったきり棒立ちになって震えていたが気を取り乱すほどひどい衝撃を受けた様子はなくどちらかというと夫の死体を初めて見た崔君の態度としては冷静すぎると思われるくらいだった一方では下田の崔君が どどんどん軌道をたたいて呼んでいるのに林の家ではうんともすんとも返事がなかったがものの5分もたってから4つになったばかりの長男が目を覚まして泣きだしたそれに続いてやっと林夫妻も目を覚ましたらしかったそのうちに物音を聞いて駆けつけてきた近所の者や通りがかりの楊菊の小僧などが いつの間にか集まって死体の周りに輪ができてしまったそこへ安田に案内されてバツバツ派出所の巡査も駆けつけてきたこの大騒ぎの最中に林夫婦は眠そうな顔をしてその場へ出てきたのであった二下田が気を利かして 非常に事務的に立ち働いたために、現状は少しも乱されず、死体は発見された時のままに保存されていた。巡査が現場へ到着してからは、下田は巡査と協力して、世にも珍しい凍った死人を見たさに、そばへ近づいてくる群衆を制止して、本所からの警官の臨見を待っていた。その間中、 林は時々退屈そうに大きなあくびをしたり何か言いたそうに辺りの人の顔をじろじろ見回したりしていたがとうとう誰にともなく因果応報ですなあと吐き出すように言った林の崔君は4つになる子どもを抱えてそばに立っていたが夫が出し抜けに人前でそんなことを言ったので。 あなたと言いながら片手で夫の袖を引いた被害者柴田の崔君の様子は実に妙だった彼女は非常にそわそわしていたがそれは夫が殺されたのを悲しむためというよりも何か別の理由によるらしかったなぜというと彼女は夫の死体の方は最初にちょっと一別をくれただけで それ以後は点で見向きもしないでただもう一刻も早くこの場を逃げ出したいというようなそぶりをしていたばかりか実際一度くるりと後ろを向いて家の中へ入りかけたのであった無論警官に注意されてしぶしぶ後戻りしてその場に立っていたがそれからは彼女の様子は余計にそわそわしているように見えた下田は こうした他人の面倒を見ることが心から好きらしく四十何かと世話を焼いていたその様子は隣人の不幸を悼むというよりもむしろ大勢の人の中で立ち働く機会が降って湧いたのを喜んでいるというふうだった崔君の方はそれとは正反対に四十震えながらろくろく口もきけなかった二人の子供を 男の子は7つで女の子は5つだった」もう起きてきて母親の両側に立ってその場に集まった人々をおとなしく見物していたが母親が気を配って死体は見せないようにしていた法学士の安田は初めから始まりまで一語も言わずに下田の子供らの後ろに立ってじっと不思議な死体を見つめていた。一般に、 こういう場合に群衆の間にか醸される同情集団の雰囲気はこの時にはまるでなかったと言ってよいそれどころか群衆特に近所の人たちの世論はどうやら院が横報だといった林の言葉を裏付けていく傾向があった「悪いことはできませんなあ」とか 恨んでいる人は随分ありましょうからね」とか柴田の帽子を悼むよりもむしろ痛快がっているらしい死後が初めはひそひそとであったがしまいにはほとんど公然と未亡人の目の前でささやき始められた「それだけならよいが突然妙なことが起こってきた」 今まで黙っていた安田が急に「諸君!」と叫んだ一同はだんだんお祭り騒ぎのような気分になって青年の方を見た「柴田は生きている方が我々人類のためになったでしょうかそれとも死んだ方がその時にちょうど警官の一行が到着したので群衆は「し」と叫びながら 信頼者の方へ注意を向けた。安田の演説は自然に消滅した形だった3死体の付近には血の跡は少しもなく死体そのものにもちょっと見たところ外傷はなかったので自然死ではないかとも思われたが医師の検案の結果 頭部のののにによるる内出血のたた。めに死んだものであることが分かったしかも明らかに凶器として使用されたらしい防彫が死体から一軒ばかり離れたところに投げ捨てられて霜をかぶっていたその防彫は林の庭の柿から引き抜いたものであることもすぐに分かった死体はまるで氷詰めにされたようなもので まだ生々としてはいたが氷や霜だけから見ても少なくも夜中の12時までには落命していたものであることが素人にでも分かったし医師の意見もそうだったそのうちに地方裁判所の一行も現場へ到着した8時半頃になって所長と検事とが立ち会いで証拠人の仮審問が始まった 下田の斎君下田安田という順序で死体発見の時の様子がだいたい私が前に述べたような順序で主として下田の口から答えられ他の2人はそれを確認したそれが済むと被害者の身元調べになったところが未亡人は被害者すなわち自分の夫の年齢も原績も 職業すらも答えることができなかったこのことはひどく係の役人をびっくりさした「自分の現在の夫の年齢も職業も知らんということがあるか」と所長はどなったほどだったが「いくら聞いても教えてくれませんでした」と未亡人は穏やかに答えた。 その様子を見ると未亡人の答えが嘘でないことは誰にでもわかるくらいだった検事が未亡人と被害者との関係を尋問し始めた時居並ぶ人々は一斉に非常な注意をその方に集中したというのはこの2人の関係は近所界隈で好居の的になっていたからである被害者は すでに50にも間もない都市好であるのに未亡人の方はまだ223の若いみそらであったせいもあるが何よりも人々の好奇心を引いたのは被害者がこのうちに住むようになったから2年足らずの間に5度も彩君を変えたという事実を知っていたからだった未亡人は最初のうちは顔をわからめて答えなかったが 検事の尋問にのっぴきならぬ規制が見えたのでやっと口を開いて「私は騙されたのでございます」と比較的大きな声で言ったこの時に初めて彼女の双眼に涙が浮かんだのであった彼女が検事の尋問に答えたところを総合すると彼女は2年ばかり前に 一度日本橋の商家の若旦那と結婚したのであるが口やかましい姑とそれに対して全く彼女をかばってくれない夫とに愛想をつかしてわずか半年足らずで夫の家を飛び出して実家へも帰らずにある旅館の女中頭のようなことをしていたのであるが二か月ばかり前に新聞の広告を見て柴田のところへ来たということであった。 その広告の文面を彼女は一字一句いまだに覚えていた妻・求む二十五歳までの夫人を求む支度不要再婚妨げず東方三十四歳法学士月収三百円経理なし本人・来談生命・在社 彼女はこの広告を見た時どういうものか妙に気がふらふらしてきた最初の結婚が不幸であっただけそれだけ世の中のどこかにまだ幸福が残っていそうな気がするのであったことに新聞にまで広告して配偶者を求めている男のことだからきっと不幸な人であり従って情愛にも富んでいるだろうと想像すると つい妙な気持ちになって新聞社へところを聞き合わせて今の柴田の家へ訪ねてきたのであった彼女は柴田に会うまでは新聞に広告を出さねばならぬくらいだから定めし相手は部男であろうと想像していたのであったがその実柴田は俳優にでもありそうなタイプの優しい顔の持ち主であったのでまず第一に驚いたのであった。 ししかしそれと同時に34歳とはどうしても見えない少なくも四十はだいぶ越しているらしい年配であることを発見して2度びっくりしたしかし何よりも彼女を驚かしたことは柴田の家にはすでに崔君らしい女がいたことであったそれから彼女はその翌日婚姻証書に捺院したこと 以前の女はその世いつの間にか姿を隠してしまったこと1ヶ月もたつと彼女に対して非常な虐待が始まってきたこと最近また新聞広告を出して彼女の代わりの女を探していたらしいこと前日もそれらしい女が来たこと婚姻証書などは決して役所へ届けていないらしいことしたがって どんなひどい目にあってもただ泣き寝入りで出ていくよりしかたがないこと特にこのごろは虐待がひどくこの寒いのに布団も火鉢も貸してくれなかったことなどを次から次へと涙ながらに話したそして最後に私はどうしても復讐せずにおかぬと ついさっきまで決心していましたと真実を表に表して検事に告げた4検事が未亡人に向かって被害者の職業を聞いている時林が横合いから口を出して「こいつは詐欺と賭博で食っていたんだ」 と言ったので、未亡人の尋問が済むと、検事は林の方を向いてその点についての尋問を始めた。林はいろいろ例を挙げて説明した。柴田が毎晩のように二階で戸枠を開いていたこと、しょっちゅう誰かが不正なことをすると見えて喧嘩が始まったこと、自分の家でやらない晩はどこか仲間の家でやっているらしいこと。 それから新聞広告でいろんな女をつり込んで身の回りのものをすっかり巻き上げて裸にして返してしまったこと詐欺はなかなか応じかけで最近にも青森から貨車2両分のりんごを取り寄せるということで前渡し金を着服して吸ったもんだと騒いでいたことかりんのちゃぶ台を500台引き受けて 同じように前渡資金を着服したこと、月末にはいつもどっかへ姿をくらまして、家賃や魚代はもとより牛乳屋や新聞屋の払いまで一度もしたことがないことなどを、まるで当人を前に置いてメンバするような激昂した口調でしゃべり、最後に、実際私でもあんなやつはぶち殺してやりたいほど釈に触っていました」と。

用があるからと言って出て行きました。寝がけに、今夜は帰らぬと申していました。この通りの服装で出かけたのかさようでございます。それっきり帰ってこなかったのじゃな。はい。戸締まりはすぐにしたのかはい。あの人が出て行くと、すぐに戸締まりをして、私は、 2階へ上がって休みました。それから何か物音を聞かなかったか少しも聞きませんでした11時頃まで目を覚ましていたのですけれど夕べは誰か来客はなかったかこの問いに対して彼女はしばらく答えるのを躊躇していたがやがて「いいえどなたも」と少し顔をわからめながら答えた きっとさようか誰か来たのではないかと検事は彼女の顔色を見てすかさず追及した彼女が愛玩するように目を上げてちらっと辺りを見回した時林が横から口を出した「私が昨夜参りました」「今林が昨晩お前の家へ行ったと言っているが本当か?と」と検事は 再び未亡人の方へ向き直って尋ねた未亡人は低い声で「はい」と肯定した何のために林は被害者の家を訪ねたのか彼女はまた返事に窮して黙ってしまったすると林が再び横合いから「それは私から申し上げましょう」と言ったので は今度は林のほうへ向き直って尋問を続けた被害者とこの奥さんとの間に昨晩ひどい喧嘩がありました私のうちへはそれが手に取るように聞こえるのです何でもひどく打ったり蹴ったりしているらしく奥さんは泣いておられました明日別の女が入ってくるのでこの奥さんを追い出そうとしている様子でした 私はこれまでも会ったことなのであの大泥棒の式馬の餌食になっておられるこの奥さんがかわいそうでじっと聞いておれなくなったものですからちょっと口を聞こうと思って出かけていったのですそれからどうしました実にあきれたやつですこの奥さんを指さしてこいつは女中に雇ったので もう不要になったから出ていけと言っているのだと空を嘘ぶいているのです奥さんが婚姻証書のことを言い出すとそんなものには覚えがないと言っているのですきっとすぐに焼き捨てたに相違ありません必要な間は婚姻証書を盾に取って女を手放さないでおいて用がなくなるとそんなものには覚えがないと言っているのです これまでだって同じじ手ででで大勢のの女をいいめたにそういないのです。でも私がその場に頑張っているのでとうとうやつは捨てゼリフを残して出て行きましたそれから私もちょっと玄関口で奥さんを慰めておいて帰ってきましたあんなやつは殺された方が社会のためですよそれからあとは何の物音も聞かなんだのですか それからすぐ寝てしまいままいして、後のことは知りません。その次に下田と下田の彩君とが続いて前夜のことを尋問されたが2人とも10時頃ろに床について寝てしまったので別に変わったものとは聞かなかったと答えた最後に安田が少し興奮して立った彼は前夜11時頃まで読書をしていたが やはり変わったものとは聞かなかったと答えた下田夫婦も安田の証言を確認した現状の付近で習得した証拠物は例の凶器らしい毛偶意一つでそれは林家の柿に使用されていたものに相違ないこと昨日まではちゃんと柿に立っていたことが幾同音に証言されたところで 被害者の家の捜索によって2階の紙くずかごから養鶏紙にペンでしたためて4つに折って封筒に入れたまま真ん中から2つに割いた未亡人から夫に宛てた簡単な置き手紙が1通出たそれは次のような文面だった私は出て行きますけれども あなたへの抵抗を断念したのではありません。できるだけ近い将来に、きっと復讐してみせます。昭和二年一月八日、柴田久也様。きよ。この事件については、これ以外のことは、その時もその後も何一つわからなかった。 未亡人と林とは県議者として厳重な取り調べを受けたけれども前期以外にも大した手がかりは得られなかった未亡人の手紙はだいぶ県議を深くする材料にはなったし彼女は一時殺意を抱いたことは承認したけれども犯行はきっぱり否認した林もあんなやつは 自分で手を下しても殺してやりたいくらいに思ったことは認めたけれども強行については何も知らぬと言い張った下田夫婦や林の崔君や安田も参考人として度々取り調べを受けたけれどもついに何らの手がかりも得られなかったかくしてこの事件は全く迷宮に入ってしまい警視庁でも 所轄署でもさじを投げた形になってしまった5ところがそれから1ヶ月も経った2月の上旬にこの事件の関係者の一人である安田が越前の郷里へ帰る途中列車が大雪崩のために転覆して不慮の死を遂げてしまった この出来事がふと私の頭に一つの想像を抱かせることになった。それは単なる想像ではあるけれども、この事件に対して多少の巧妙を投げうるものであると信ずるので、私はこの想像をもとにして、一編の論文をうして、警視総監に送っておいた。しかし、か 警視庁で私の意見を採用したのかどうかさっぱりわからないしことによるとああいう種類の投書は毎日警視総監宛てに何十通となく来るので私の投書もろくろく目も通されずにくずかごの中へ放り込まれたのではないかとも思われるそれで私は今当時の新聞記事を材料にしてできるだけ正確に あの事件を小説に記述し、最後に私の論文の用紙を掲げて広く一般の読者の批判を請うことにしたのである論文の題は「誰が何故彼を殺したか」というのである以上の記述は単に付け足しに過ぎないのだ。 誰が何故彼を殺したのか新聞紙の報ずるところによると田畑の殺人事件はついに迷宮に逝ったらしい私は最近に至ってこの事件が迷宮に逝ったことははなはだ自然であり今後どれほど捜査を進めていってもこの事件の犯人を挙げる見込みは絶対になかろうと確信するに至ったしかも私の水談は 一般的性質を帯びたものであって一人今度の事件だけに関するものではないのである私の論拠は統計学あるいは確率論カーキュラス・オブ・プラボビリティに基づくのである第一に殺人その他の重罪犯人は犯行中精神の朦朧状態にあり犯行後になって自分の犯行を全く記憶していない場合がある かかる場合には、動きの取れない物的証拠がない限り、犯人を検挙する手がかりは全くなく、事件は迷宮にいるより他はない。第二に、第一の場合と正反対に、犯行当時ははっきり意識を持っていたにかかわらず、犯行後になって、突然精神に異常をきたし、記憶を喪失したり、あるいは、 全く発狂してしてまう場合があり得る。この場合にも証拠物件のない限り捜査の手段は全くなくなり事件は迷宮にいるより他はない第3に犯罪者が犯行後両親の呵赦その他の理由によりて自殺をする場合がある自殺の際には全く遺書を残さずに 全然死因を知るによしないものものあり遺書を残す場合にも元来遺書なるものには非常な就職や誇張や隠蔽が行われているのが通例であるから不名誉な犯行のごときは告白せずに墓場まで持っていく人があると見なければならぬこの場合にも一切の捜査は徒労になり事件は迷宮にいらざるを得なくなる。 第4に犯行者が犯行後それとは全く無関係な人に殺されることもないとは限らぬ人を殺すような人間は人から殺される危険も通常人より多く持っていると考えるのが死闘であるこの場合にも犯人がすでにこの世にいないのだからいくら犯人を探しても見つかる気遣いはない最後に 犯人が犯行後間もなく病死、自然死及び不慮の死を遂げる場合もありえるこの場合にも結果は同様である以上のような出来事がないとしたならば重大な犯罪事件が迷宮にいる気遣いはないと私は信じるそれは私が現今の警察力に信頼するからではなく 人間の通性、誰かに自分の犯行を打ち明けたいという本能を私は信ずるからであるこの本能に我々は到底そんなに長く抵抗するわけにはいかないのであるそれほどこの本能は強いのであるしかも重大犯罪のうちで迷宮に行った事件の比率を統計的に調べてみれば 以上の5つの場合の起こる比率とほぼ一致するであろう以上の論拠によりて私は一般の迷宮入り事件は必ずしも警察の無能にのみよるものではないと信ずるのであるしからば今度の田端事件はどうかというと私が前に列挙した最後の場合に当たるのではなかろうか私は 犯人が最近北陸線の列車で不慮の死を遂げた安田であると仮定するのであるこれはあくまでも仮定であるけれどもこの過程により全ての辻褄が合ってくるまず第一に下田の崔君が死体を発見してバケツを落とし異様な叫び声を上げた時にすぐに彼が2階の雨戸を開けたことは いかか。に解釈すべきであるか彼は夜更かしをして朝寝をする習慣を持っており大抵10時過ぎでなければ床を離れなかったということであるかような朝寝の習慣者にとっては午前6時頃はまさに寝入り花である最も深く熟睡している時である林のごときは。 下田の彩君がどんどん戸をたたいてすら容易に目を覚まさなかったのに安田が下田の彩君の叫び声にいち早く目を覚ましたということは彼が眠っていなかったことそして誰かが死体を発見するのをビクビクして待っていたこと少なくもそうらしいことを証明している彼はその前夜11時に眠ったと証言している そして下田夫婦はそれを確認しているしかるに下田夫婦は10時に眠ったと証言しているのである10時に眠ったはずの下田夫婦が安田が11時に眠ったと証言したのであるこの証言の無価値であることは一目瞭然である下田夫婦は10時以後安田が何をしていたか 家の中にいたかどうかも全く知らぬはずである。しかり、安田は十一時ごろに下へおり。おそらく水を飲もうと思って、台所へ行ったに相違いない。ところが、水めの水は凍っていたので、彼は井戸端へ水を汲みに行ったのであろう。その時、一旦林を避けるために。 今夜は帰らぬと言い残して家を出た柴田がおそらくどっかでしたたか酒をあおって引き返してきたのだそして門の戸を開けようとまごまごしているところを安田が井戸のそばにある林のうちの柿の防喰を引き抜いて後ろから柴田の頭部をめがけて 力任せに打ちのめしたのであろうこれは私の想像であるしかし多分に真実性を持った想像であると私は信ずるさてしからば安田は何故に柴田を殺したのであるか私は彼らの仲間で出している「我らの主張」という同人雑誌の中に ラスコリニコーフのためにという感想文を彼が寄稿しているのを発見した多数人の幸福のために一人の生命を奪うことは許されるべきであるかこれドストエフスキーが罪と罰の主人公を通して我らに投げ与えた疑問であるという冒頭で彼はラスコリ・ニコーフの殺人を弁護し 彼の唯一の欠点は非道なる金貸しバーを殺したにとどまらずして罪のないその妹をも事のついでに殺してしまった点だけであると論じさらに今日の刑法に死刑が認められてあることは彼の主張の正しいことを意味するものであると述べ最後に法律をもって罰することのできないような罪人善良な人々を苦しめ 扶助士の提訴を蹂躙し、詐欺賭博泥棒を持って都政とするような人間は法を待たずして制裁を加えるのが当然であると結んでいる右の内で筆者が原点を付した部分は柴田の成功にあまりにもよく符合しているではないか安田は 柴田に対してずっと以前から殺意を抱いていたものに相違ない林と言い,い柴田の未亡人といいその他柴田の成功をよく知る者はことごとく柴田の死をむしろ願い望んでいる安田はそれらの人々の心中に潜在した願望を自ら犠牲となって実行したのである彼が 犯行の現状に集まった群衆に対して警官の到着前に興奮して演説しようとしたのはこのことを裏書きしているあの時もし警官の到着が5分も遅れたら彼はあの場で自分の犯行を自白してしまったであろうと私は信ずる安田はラスコリ・ニコーフよりも強かった しかも彼は邪悪感柴田を裁断しただけで他の人には何の迷惑をもかけていないそれどころか近所の人々は皆柴田の変死を喜んでいる形勢がある安田の心中はきっと満足であったろうと私は忖度するけれども今回彼が突然郷里へ帰ろうとしたのはおそらく 自分の犯行を父母に告げ、その後男らしく自首して出る決心であったのかもわからぬいかに意志の強い人間でも事故の心中の秘密と戦っていくことは非常に困難であっただろうからしかもそう解釈すれば彼が突然7年ぶりに時もあろうに雪で埋まっている距離へ帰ろうと決心したわけも説明がつく。 以上のごとき推理に基づいて私は田畑事件の犯人はすでにこの世にいないことを主張し従って当局者がこの上この事件の捜査に貴重な時間と労力とを費やすことは無益であることを信じて捜査の打ち切りを切に当局に勧告するものである。